来てますんで、上のマイクで、はい。お待たせいたしました。寒い中ね、だいぶ早い時間からお待ちいただいた方にも本当に感謝申し上げます。この回も実はもう本日で4回目、今年で4回目となります。2011年の、東北大震災に行きましてから10年間続けようねということで、お魚ポストの山崎さんと一緒に共に、パイコの私たちも第2回目からお伝えさせていただいております。本日第4回目の灯籠流し、この灯籠流しのイベントを追悼を兼ねまして、お集まりいただいた皆さんと一緒に食べて、本日も短い時間でもありますがお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではお忙しい中ですね、足を運びいただいております先生方に一言ずつお言葉をいただきたいなと思っております。いいですか、じゃあすみません。そうしましたら、やはりね、主催しておりますお魚ポストの山崎さんに一言いただきたいと思います。はい、皆さんお寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。もう4年前になります。3.11 東日本大地震、この川崎もものすごく揺れました。子どもたち学校から帰れないで困った子もいたと思います。今日もとっても寒いんですが、おそらくその時 3.11 の日の東北の人たちもっと寒かったし辛かったんじゃないかなと思います。私たち今何ができるか、直接的には何もできないんです。せめて気持ちだけでも多摩川から東北の方へ届けてあげられたらなと思います。おかげさまでここで多摩川で集まってこういうことをやるよ、新聞やいろんなところのメディアが取り上げてくださって結構、東北の方にも届いてます。またそうですね、毎年私東北に福島ですとか向こうへ移動水族館に出かけてます。その時に子どもたちやお父さんお母さんたち結構この行事を知ってくれてます。とにかく忘れないよっていう気持ちが大事なんだと思います。ともすれば正直なところこのところ地震多いですよね。明日は我が身かもしれません。その時にみんなで助け合えるように地域でまとまって、こういう人たちがみんなで集まればきっとなんとか本当に困った時にもみんなで助け合えるんだと思います。で、私毎年ここのとこずっと、移動水族館をやりに東北の子どもたちに会いに行ってきてます。その時の現状をちょこっとだけお知らせしたいと思います。東北の川、津波に流されてないところ、そこの川でも川の中、倒壊した家屋からですとかちょっとした出水の時に流れてきたガラスの破片で川の中歩けません。子どもたちメダカ取りにも川の中入れない状況だそうです。実際に川の中入ってみたら本当にガラス片がジャリジャリありました。あと阿武隈川水系あたり、福島の町伊達町、向こうの方の水系、ここの約50倍のセシウムの量がありました。高いところで 0.7 とか 0.8 とかありますね。この辺で今今日測ったところでは 0.04 です。ただこの前ちょっと長崎へ出かけて長崎の原爆ドームのところで測ったら、長崎の原爆ドームの前、平和の前ですね、あの前では 0.03 でした。向こうの人に聞いたら原爆よりも東日本の方が大変でしょって言われちゃいましたけどね。それぐらいやはりまだまだ、みんな苦労して苦労してやっていかなきゃいけないんだと思います。今日本当にこういう形でお集まりいただいて本当にありがとうございます。正直なところ初年度は2500人ぐらい集まりました。で2年目は800人ぐらいです。で去年はもう400人切ってます。多分今日これ今ここいらっしゃる面5人数ざっくりですが100人ちょっとです。この後まだ駆けつけて来られる方もいらっしゃると思うんですが、
まあ、最終的に何人になるか、どん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 気持ちの中で風化していっていってしまってるんではないか。でもまあここに集まってくださる方は全然違う。もうみんな集まって何かできたらいいね。ぜひ今日あの皆さん、お声かけしてください。全然知らない人でも今日ここに来てみんなで何か話できてよかったね。またこれからちょこっと歌も歌います。みんなで声出しましょう。東北に届けましょう。できることを できる人がやる。そうやってみんなで気持ちを合わせたいと思います。今日本当にありがとうございます。今日ゆっくりしてってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは続きまして、川崎市老人クラブ連合会の理事長であります藤原様からも一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいま、背が高いですから五尺三寸三分で標準でございまして、上がらなくても大丈夫でございます。ただいまご紹介いただきました、川崎市老人クラブ、本当言うと多摩区老人クラブの会長を仰せつかっております藤原でございます。どうぞよろしく。ただいま、山崎、お魚ポストの社長よりもありましたけれども、今年で4回目ですね。私も最初から来ておりまして、私ども一応講演してるということになっておるんですけれども、本日は寒いですけれども、その時はもっと寒かったんです。雪も降ってたわけですから。私は実を言うと岩手県出身なんですよ。で、私の友達にはですね、釜石とか山田とか宮古にですねたくさんいるんです。で、一番の親しかったのは山田町っていうところありましてね、そこではもう本当にね、ちょうど漁協の船を修理する会社をやってたもんですから、千番一台が残ってですね、あとみんな流れてしまった。大変ね、今でもまだ復旧されてないそうですけども、大変な、後から私行きましたけども、もう道は信号も何もないですよ。どこ行っていいんだか曲がっていいかわからないぐらい、悲惨な現状でございました。いずれにいたしましても、私自身もですね、川崎で会議あって行ったらもう家に帰れないです。全部ストップで、どうしようかなってうろうろしてまして、なんとかどっか泊まるとこを見つけようということで、泊まるとこを見つけて、翌日にゆっくり帰ってきたんですけども、そのようにですね、災害というのはいつ来るか分かりません。今ここに来るかもしれません。ですから、その都度その都度ですね、皆さん方がこう周りの状況を判断して行動しなければ生きていけないわけです。そういう意味におきましても、 3.11 を忘れないように、そしていつまでもですね、その災害に反省しながら自分でも生きていこうという気持ちに、これからも頑張っていきたいと思っております。どうか皆さん方もこれから自分だけは生きよう、自分だけは生きよう、このつもりで、その状況を判断して行動していければよろしいのではないかと思っております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、本日は歯科医院の先生から順番にお話をいただきたいと思いますとのことです。では、まず広田健一先生からお願いいたします。皆さんこんばんは。今日は、3.11 の灯籠流しということで、参加させていただいています。まあ、地元の、この須賀町会のこうやって、育っています。65年間この多摩川で遊んだ、自分としては、こういう災害の時に、こうやってたくさんの方がね、集まっていただいて、東日本の大震災を思い出しながら、このいつ来てもおかしくない地震に備える、そういう覚悟が必要だと思っております。そのためには、地域一人一人が絆を大事にしながら